きょうの最高気温、各地、見ていきましょう、はい、新潟市で35.4度、長岡は35.8度、上越は36.4度などとなっていますが、最も高かった地点でニュースでお伝えしましたとおり、三条の38.8度、そして大型の37.2度、糸魚川は36.8度などとなっています。はい 昨日の予報に合った通りやはり体温を超えるような危険な暑さとなりましたねではなぜこのように気温が上がったのか気象台の方にお話を伺いました台風第11号が現在日本海に進んできていますそれに伴いまして新潟県でも気圧の傾きが急となってきておりまして 新潟県でも台風に向かって暖かい南寄りの風が吹いています。本日6日6の21時に こちらまで進んでくる見込みですが、まあ、この見込みでいきますと新潟県内は暴風圏内に入る見込みはなく強風半径にかかる見込みとなっておりますので暴風や高波の恐れというのは小さいと見ておりますが強風によるフェーン現象の影響が最も強く見られると考えられます。現在 気温が高くなっておりますし、えー、と気温の高い状態は、えー、日が沈んでもしばらく続くと見られますので、えー、体調管理等、留意していただきたいと思います。はい ということで気象台の方のお話にフェーン現象というキーワードが出てきたんですけれども、はいえー、なぜそれが起こったのか天気図を見てみたいと思います、はい、今日の午前9時時点の天気図こちらなんですが台風がこの位置にありますと台風に向かって流れ込む空気というのはこの半時計回りなんですね、はい、というわけで新潟県に吹く風というのは南から北方向になるわけです、はい、で新潟に南から風が入ってくるということは山を越えて空気が入ってくることに、はい なりますよね、えー、そうなってくるとフェーン現象の説明がこちらの図になるんですけれども、はい、変わりますでしょうか山を越えて山を越えることで空気、に何が起こるかといいますと、はい、山越えで一旦気温が下がって上がることで100メートル下降することに1度、空気が気温が上がってしまうんですね。ね、えー、これによって こう新潟県内にかなりこう高い気温の空気が入ってきてしまうということなんですね。ですから台風がこう近づいてくることに伴ってこのフェーン現象が引き起こされ続けて今日日中はこれだけ気温が上がったということなんです。気が沈んでもまだ暑さ続くって,言ってましたね。そうなんですよね。今日はやはり台風がだんだんと抜けてはいくんですけれども、はい、入ってきた暖かく湿った空気というのはしばらく居座りますので夜間も熱中症などに警戒が必要となってきそうです。 で,すでは熱中症に気をつけるときのポイントをまとめましたので、見ていきましょう。こちらです まず外出日中は特にですね、なるべく避けて室内をエアコン等で涼しい環境にしてお過ごしください。はい、また夜もですね、なかなか気温下がりませんので、夜になったからといってエアコンのスイッチ切らずに使い続けていただきたいというところをまずあります。はい、やはり9月に入ってもうそろそろエアコンの季節おしまいかなと思われている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、今日みたいに気温が高い日っていうのはあの遠慮せずにというか無理をなさらずに使っていただき。はい いただきたいと思います、はい、そして熱中症弱者と呼ばれる方もいらっしゃいます、えー、リスクの高い高齢者の皆さんそして肥満の方お子さんだったり持病がある方障害のある方などというのは、まあ、気温の変化で熱中症を起こしやすいということで熱中症弱者と呼ばれています、えー、こういった方々は特にこまめな休憩を取ったりですとか、うん、水分補給は喉が渇く前からより積極的にあの時間を決めたりして行っていくことが効果 はい、そうですね。はい、というふうになっています。またこの気温が上がったことで米の収穫にも影響が出てきそうなんです。これから新米の季節ですよ。はい、そうですね、えー。新潟県の農業水産部情報係の担当の方に伺いました。9月に入ってこの暑さということでお米の品質が落ちる可能性もあり十分注意してほしい<米>ということなんです。はい 品種ごとに見ていきますとまず和製品種のコシエブキはすでに収穫が始まっています、はい、え、まだ収穫していないものに関しては非常に高い気温そして乾燥によってお米にひびが入る恐れがありますのでもうなるべく早く買ってほしいというふうに呼びかけられています、ええ、一方で収穫したものについてはもみを乾燥させる際にもひびが入る恐れがあるので乾燥の温度を下げるなどして調整をしてほしいということです 一方、奥手そして中手品種のコシヒカリや新之助については、はい、まあ8月中も雨ありましたのでまだ土の中に水分があると思いますが、ええ、水を絶やさないようにしっかりと管理をと呼びかけられています。